島第一原子力発電所事故に伴う住民の健康管理のあり方に関する専門家会議を開催いたします。福島県外の住民と県内の住民を、全体として比較してもそれは意味がないことなので、ここの表現は同様に変更していただきたいというふうに思います。福島県な内と外でこう比べてですね、まあ、外の方は大丈夫だとかですね、そういうふうな感じがですね、こういろんな各所にですね現れているような気がするんですよね。千葉県の方の九州の方からいろいろな要望書が出たというふうなことを聞きますけれども、福島県外における甲状腺被曝のまとめのところでですね、515から516行目のところには、福島県外の住民の甲状腺被曝線量が福島県内における甲状腺被曝線量を上回るとは考えにくいというようなことで、ここで、断罪しているというか断言しているようなところありますよね。線量の把握だとかですね、そういうことも一方で続けていきながら、この健康支援というのを考えるべきだというようなことを、まあ、私もずっと言ってきましたけれども、そういうふうに、持っていっていただきたいと。フルームは当然ながら通るところは線量高いわけですけど、それは遠くに行けば行くほど線量は、低くなると常識的にはそう考えるので、私自身としては線量がより低いということは常識的には普通の考え方かなと思っております。県内と県外で区別するのは難しいんじゃないかなと思います。というのはチェルノブイリの後の事故でも、それから今回の福島の事故の後でも、決して同心円状にだんだん遠くなるに従って線が低くなっているわけではなくてですね、風向きもありますし、それからもちろん地形とかですね、いろんな要素があると思うんで、断言はなかなかまだできないんじゃないかなっていうのが今日。WHO もアンスケアも一応その当然濃いところはきっちりと計算でやってるわけですね。だから彼らが示しているレンジっていうのは、ここからここですよというのが大体その平均のレンジがこの辺りですよと、それプラス外れ値が当然あって当然だと、遠くに行けば行くほど低くなる、まあ、これは普通の人間の考える常識なので、それであとそれの上に高いところがあるということは、これ可能性ある、そういう意味で言えばその外れ値があってもいいと。そのね、うるさいから黙れよお前。ちゃんとまとまりましょう。やってんじゃないか。じゃあ、あなたは説明しよう。よろしくお願いします。説明しなさいよ、あんた。ここへ出てきて。ホットスポットはだから、一般的な話してるんじゃないですか。何言ってんですか。トップの高いのがあるということは認めてんだ、最初から。アンスケアだって言ってるでしょ、上下10倍違うんだから。傍聴席に向かってああいうヤジを飛ばしてる人、委員がさ、委員がね、中に入ってきて発言していいって言ってんだから、委員の継続が、もう不可能、継続が困難になりましたので、休憩にいたします。5分間ちょっと会場が静かになるまで休憩を入れたいと思いますので、よろしくお願いいたします。委員が傍聴席からこちらに出てきて発言してくれと今言ったんですから、発言要請はちゃんと受けるべきだ。発言要請もそもないんだ、人が話してる時にうる後ろからうるさいこと言うなって言ってる。だから発言させろよ、ちゃんと。ちゃんと言せばいいじゃないか、僕人の意見を。住民呼べ、住民を。そうだよ、住民の声聞かないからいけないんだよ。だいたい専門家がヤジぐらいで動揺するんじゃないよ。何を言ってんだ。また動揺してるじゃん。何言ってんだよ。それはあなたたちの判断で開始しないといけないんだから、あなたたちの責任じゃない。会議を再開しますので、次ヤジを飛ばされた場合は必ず対処していただきます。よろしいですか。向こうからのヤジもね、規制してね、気のないヤジ、公平にやってよ。あの委員は会議をやめるつもりで発言してんの。いや、ぶち壊そうとしてんじゃないの。だから壊そうとしてんの。予定の時間を過ぎましたので会議を再開させていただきます。放射線による健康影響その対策について、一般論としての甲状腺がん検診をめぐる諸課題なんですけれども、
検査に伴う不利益について、多くのプレゼンテーションもなされ議論もされたことは確かです。ですけれども一般論を言うのであれば一般論としてのその甲状腺がん検診の利益についてもやはり、触れないとこれは不公平ではないかというふうに感じます。どなたかご意見がございませんか。鈴木先生、鈴木先生と、あ、清水先生と。県民の中には検査をしてほしいっていう人意見県に対してですね意見がかなりあるんだということを理解知っておいていただきたいというふうに思います。それは検査をたくさんするから悪いものが見つかる症状のないものが見つかる。でも一つは症状が出てからでは遅い甲状腺がんですね。まあ、一般論としてがん検診の利益というのはそのがんで亡くなることを防ぐということなんですけれども、甲状腺がん超音波を使ってですね甲状腺がん検診する場合の利益というのは、残念ながら認められていないと科学的根拠は全くないというのが現状だと思います。集団としての死亡率が下がるという証拠はありません。ここで一般論を言うのであれば早期発見によるメリットということも一言ぐらいは加えないとバランスが悪いのではないかというですから一般論として甲状腺がん検診といいますか口音波検査を甲状腺に対してやることについてのメリットは書けないです。ありません。検診にメリットがないというのは僕はちょっと賛成できません。というのは検診で例えば5ミリでも6ミリでも表面にあったりですねそれから神経に近いものがあったりこれは近々反回神経麻痺を起こします。まあ何年か経ってからですねそれをやっぱり見つけてあげるのが検診ではないかというふうに思います。それではご意見をいただきました事務局で、引き続いて整理をしていただくようにいたします。本日の東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う住民の健康管理の在り方に関する専門家会議は閉会とさせていただきます。本当にどうもお忙しいところありがとうございました。